皆さんこんにちは。マックスメイト。ハラミット。フェスです。先日、iPhone16 の、シリーズ、無印、プラス、プロ、プロマックス、その比較動画、撮らせていただいたわけなんですけれども、たくさんの皆様ご視聴、そして多くのコメントありがとうございました。まず概要欄にリンクを入れておきますので、16自体をですね、知りたいという方はまずその概要欄のリンクから、そちらの動画からご覧くださいませ。こちらの動画 ではですね、iPhone16 Pro を買わない理由と、題しまして、前回のシリーズ紹介した動画で、私はもう無印を買おうと思ってるわけなんですが、村井よ、なぜプロを買わない、なぜならホニャララだから、などなどですね、いろんな意見ください、コメントください、言っていたわけなんですけど、そのコメント、たくさんこう拝見させていただきまして、でこれアンサー動画みたいな感じです、自分自身もそのコメントを見ながら、で再度いただいたコメントを含めてアップルのホームページで比較とかも見ながらですね、これがいい、あれがいいみたいなことをもう一回考えた結論として、私は結局何を買うことにしたのか、プロ買わない理由ってなってますから、プロは買わないんですよね、はい、何を買うことにしたのか、何色を買うことにしたのか、などなど、お話できればと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。お願いします。本日も生徒としてハラミン君、フェス君に来ていただいております。屈託のない質問、ご意見飛ばしてください。ヤジ、知った激励でもどうぞ。前回の視点とちょっと違った感じでおさらいをします。はい、16プロ、レンズ3つ、カメラが3つ、で 6.3 インチ、16、2つ、 6.1 インチ、ここに 0.2 インチの差があります。で、2mm でかいよみたいなことを言ったと思います、ケースがカタカタしちゃうかもみたいなことを言ったと思うんですけど、こちらご覧いただいて、高さが、ここですね、ごめんなさい、2mm じゃないか、 0.2 じゃないや、 0.2 インチの差ですけど、物理的な高さが 2mm 違います。ここをですね、前回コメントでちょっと勘違いされてた方もいらっしゃるので、はい、画面ではないですね、その物理的な端末の大きさとして2mm 変わります。でも画面でいうと 0.2 インチでっかくなります。その端末自体のでかさですが 2mm でかいです、プロが、はい、で幅ほぼ一緒で、重さが約 30g の差があります。で価格が159,800円、無印が124,800円、ここに35,000円の差があります、はい、でですね、ちょっと追加の視点を入れました。 USB Type-C ケーブルが変わる、ライトニングではないという話なんですけれども、3か2かという話がございまして、これ転送量のスピード、転送のスピードが全然違います。で実はコメント欄ではその人、こんな人あんまりいなかったんですけども、はい、これ、私は普段使いで言うと Mac なので AirDrop 使ってデータ転送してます、Bluetooth で、気にしてないんですけど、ここが映像編集とか、その自分のマシンが Windows の場合、転送速度全然違うので、10倍ぐらい違うのかな。ケーブルが違うってことですか。ケーブルは一緒、ケーブルは一緒、 USB の規格が違う。へー、形は一緒ですよ、タイプ C、 形は一緒ですけど、2か3かっていう違いがありまして、プロは転送がちょっぱや、ケーブル使った時、給電スピードとか変わるんですか。給電スピードとかも変わるんじゃないですか、ちょっと細かくは調べてないですけど。へー、そうなんだ。ここの差あります。で、Windows 機で動画を触ってるみたいな人からすると、ここもかなりの要素だと。いや、絶対そうでしょ、はい、まあ、私はあんまり AirDrop しか使わないんで、全然ピンとこないんですけど、意外とそういう人もいるっていう話です、私は前回無印かプロかで、プロを買う人っていうのは主に映画監督を職業としてる人とか、グラフィックの人とかみたいな感じで言ってたと思うんですけれども、はい、そこは引き続き変わってないっていうマインドです、はい、で皆さんおっしゃられる、マックス村井なんだからプロマックス買えよ、プロマックス村井ってコメントいっぱいありましたね。いっぱいありますよね、はい、これ、マックスって名前が端末についた時から、はい、もう毎年いじられて、そうずーっといじられ続けてるんですけれども、はい、今回私がね、今15のプラスを使ってますんで、同一サイズで、プロマックスっていうのも結構正当進化というか正当な流れではあるんですが、私は今回サイズダウンをする予定ですんで、
まあ、そのプロマックスなんで変わんのみたいなことに対してはですね、あの買わないっていうのは答えは変わっていませんが、皆様のそのコメントで説得材料としてそのリセールバリューという言い方がありますけれども、リセールバリュー、無印とプロでじゃあ1年後に売りましょうって時に、あの2万円ぐらいやっぱり高く売れる、あリセールバリューという考え方、はい、あの私みたいにね、毎年買い替えてるみたいな人間であれば、リセールバリュー考えてもプロの方が絶対おすすめだよという意見はすごくわかります、うん、が、うん、私は基本的にリセールしないんですね。あの家族が、まあ、息子たちも含めておりますんで、私の古くなった端末をどん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 こう分け与え、うん、あの古いものをどん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 回収していくということをやってまして、うん、まあ、今回この15プラスはですね、長男に行く予定なんですけれども、今長男11プロ使ってますから、その11プロ回収してみたいな感じで交換交換、毎年私が買うたびに交換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 というサイクルでやってますんで、私は売らないんですね、うん、なのでその観点でも別に必要ねえなって思いますし、はい、まあ、やっぱり改めてこのスペック表を見ていた時にですね、この 30g の差は自分の中では今回でっかいですね。そのポケットからスッって気軽に出した時のその1秒でこう、ね、手にこう端末持つわけじゃないですか。この1秒で持った時のこの手の軽さといいますか、感覚といいますか、あの両手で使ってるが前提なんで、片手使いはもうやってないので、もうその重さとか大きさとか気になりませんみたいな話を前回もしてはいるんですけれども、やっぱりこう実際にもう10日そこらで手に入るわけじゃないですか、うん、自分の日常使いをこうイメージすればするほどですね、ポケットからよりちょっとこう 1g でも軽い端末がスッとこう出てきて、で手で握ってみたいなことを考えると、もう小さければ小さいに越したことはないよなと、やっぱり改めてもう一回強く認識を持ってしまいました、はい、私やっぱりちっちゃい方がいいなというところに結局思いを馳せれば馳せるほど、思ってしまいました、はい、そんな中で、うん、なんで今回14の記載があるんですか。確かにあります。なんでですか。なんでですかですよね。その16プロ16プロ買わない理由とか言っときながらですね、はい、私は今回プロマックスなんで買わへんのみたいなことでね、はい、いろいろ言われながらもですね、あの結構ガン見したのがここの比較でございました。ガン見したんだ。なんでか、なんでか、ここにあの4行目がありますよね。あります。はい、ここに入るのは SE4 です。あ、 SE4?来年の3月にもう 99% 出るでしょう、はい、SE の第4世代です。今 SE の第3世代が iPhone 8をベースに、あの最後の指紋認証の端末としてあると思うんですけど、はい、SE4 は噂ですけれども端末の14をベースに作られてる、SE3 が iPhone 8をベースに作られているように SE4 は14をベースに作られていると噂されています。でもっと言うと16がベースワンチャンって噂もされています。 SE4 が、はい、あららららららら、新しい、まあ、こっちの方がおそらく濃厚だとは思いますけれどもね、うん、でこれ丸じゃなくてこれレンズです。あ、レンズですね。カメラが1つ、はい、で 6.1 インチ、うん、で、まあ、タイプ C にはもう確実になるでしょう、うん、で146から7って書いてあるのは多分サイズ、うん、16から14から引き継がれるでしょう、うん、幅も一緒、うん、重さも一緒って感じでここまで書いてきてるんですけど、ここ価格空白にしてますが、今の SE3 第3世代は6万2000円からなんですね、うん、安い、うん、でこれがさすがに14ないし16が母体になれば2万円ぐらいは上がるでしょうと、うん、今14が9万5000円からなんですけど、ここからちょっとさっぴいてっていうか、そもそもね安い端末ってことで SE シリーズってのはあるので、うん、安くないと意味がないじゃないですか。確かにね、買った時には9万5000円からとかふざけんなと、うん、おそらく8万円ぐらいなんじゃないかな。ってなってくると、私が一番悩んだのはですね、無印の16をポッケに入れて取り出してみたいなことを想像していたんですけど、レンズが1個でスッてシンプルな iPhone ほぼ一緒なわけですか、うん、はい、
で、価格が8万円ぐらいの想定。あれSE4 待ってもいいんじゃない？むしろこれがベースが、もし噂されてる16がベースだとしたら、はいはい、SE4 って iPhone16 キラーじゃない？確かに、うん、だって別に私3つのレンズいらねえとか望遠なんかいるかとか言ってますけど、言ってますね。え、そもそもカメラ1個でいいんですけど、ああ、まあね、そもそもが、はい、で、この SE4 のこのカメラが、まあ一機、ね、レンズが1個だったとして、これがもし仮にですよ、4800万画素ですってなったら、え、マジで16買う必要ってあるん？シンプルに越したことないと思ってますから、え、レンズ1個でよくない？ポッケから出した時にレンズ1個の方が個人的に気持ちよくないって、お布団の中でモジモジしてました。状況、はい、寝る前にね。はいなので、私は黒か無印を買うか、この3万5000円の差で、皆さんそれ価値とかね、利用頻度とかね、あの、1年に1回望遠レンズ使いましたみたいな時にね、その望遠レンズ1回使う金額3万5000円ですよみたいなことが言ってたと思うんで、それ Twitter とかでも、その視点がなかったですと。もう、プロ買うのやめますみたいな。確かに1年に1回使うかわからない機能で3万5000円払うの意味わかりませんみたいなこととかも結構メンションいただいたんですよ。はい、よかったよかったとか思いながらですね。確かに。でかい。確かに。それはでかい。いや、これも適当ですよ。適当ですよ。適当よ、あの予想とか噂ね。予想、はい。うんうん、ってなりまして、で、私の場合は結論で言うと、今回16を無印を、まあもっと言うと色は黒にしました。あ、黒。白じゃなくて黒を買おうともう決めてます。が、来年発表されてね、中身がどうなるかっていうこの SE 第4世代待つとか、めちゃくちゃありだなと思って、自分の利用シーンを考えたらめちゃくちゃありだなと思って、で、この半年間という期間を4万円ぐらい多めに払う、まあそもそもまた来年機種変とかすれば息子たちにこうまたね、代々受け継いでいくので、まあ、トータルもろもろ考えた結果として腹落ちしました、うん、私は16の無印の、黒を買います、うん、がいろいろコメントいただいたところに対しての、まあ、アンサー動画ですかね。え、3月に SE4 出たら買う。私自身は16を今回買うとなると多分事実上ほぼ一緒なんですよ。レンズが1個多いか多くないか、はい、で値段が安い。要するに こことここじゃないですか、はい、はい、まあ、とかで言うんであれば、はい、まあ、多分これタイプ C になりますよね。ライトニング今さら絶対入らない。まあそうですよね。はい、もう実質一緒っすよね。そうですね、まあ、とかで言うんだったら、まあ、もしかしたらそのタイミングでなんか息子の iPhone がぶっ壊れてるとか、うん、だったらむしろ息子に買ってあげてもいいかなとは思います。あ、まあ、自分は使わねえなって感じ。なるほどね。あ、だってワンチャン6万2000円だったら半額っすよ、うん、あ、でかい。あ、もしね、もしね、もしね、今のね、今のね、 SE3 みたいな金額だったとしたら2台買っちゃいます。いや、ほんとそうですね。まあまあやばいっすよね。まあまあやばいっすね。まあまあやばいっす、SE、うん、俺 SE 好きなんだよな。予想されてるデザインとか見てみてください。はいはい、あのめっちゃ綺麗ですよ。いやでも あれですよ、本当にあの、あ、よりシンプルとこんな台本みたいな。これです。あ、いいいいいい。めちゃくちゃ綺麗。いわゆる昔のアイフォン。サークル。なんだったら一番いい。好き好き好き。SE ファンいっぱいいますよね。いるよ。私今 SE 一番売れてると思う。俺も好きだよ SE。じゃあちょっとおまけ、はい、AirPods と AirPods Pro、はい、どっち買った方がいいんですかっていうような、ここも比較してほしいみたいなこといろいろあったんですけれども、今回出ますよね。出ます出ます。今回こっちが新型が出ます。出てます。あ、Pro は出ない。Pro は新型は出てないです。あ、そうなんです。 AirPods 買い替えようか考えてるんですよ。
ああ、なるほど。ぶっ壊れちゃう。あの、今回 AirPods の新しいやつ出ましたけど、はい、ノイキャンがついてる上位バージョンと、はい、ノイキャンがついてないノイズキャンセルですね、ノイズキャンセルがついてない下位バージョンが2種類出てまして、ノイキャンがない方の下位バージョンが2万1000円ぐらいです。うーん、めちゃくちゃ安いです。めちゃくちゃお買い求めしやすい、うん、ただ耳に引っ掛けるっていうタイプなわけですけど、こっちがあのインナーイヤー型、はい、あのモニモニしたやつで、フィット感っていうやつですね、はい、あのどっち買った方がいいですかはもう自分の耳と相談してくださいっていう、うん、耳の穴の形状とかと相談してください。そうですね、そこ、 もうそこしかない。好みですよね。はい、そこがもうやっぱりキノコタケノコぐらいにね、あの好みがもう明確に分かれるところだと思うので、うん、自分の耳に合う方を選んでください以外は多分僕言うことないなと思って。あ、なんか進化ポイントないんですか？ノイキャン版の上位版が出たとか。あ、出たって、はい、あ、まあ、逆にノイキャンがないからっていう理由で安い版が出たって。だって2万2000円ですよ。安い、はい、安いよ。安くないですか？エアポッド2万2000円安くないですか？ね、のが出たんですよ、買い版として。前は上位版、買い版とかはなかった。なかったです。あ、ポッズかプロかですよね。そうです、そうです。プロが4万ぐらいじゃなくて、プロ3万後半じゃない、9000いくらですよね。はい、そうです、そうです。俺それ持ってんだけど、もうなんか充電が持たないから全然。うーん、ぶっ壊れちゃってから買い替えたいなと思ってるんですよ。多分 AirPods Pro とか AirPods とか使ってて、そのケースに入れながらや、ね、運用してると思うんですけど、バッテリーというか本体ケースといったらいいんですかね、あれの交換が確か2万円ぐらい、1万何千円とかなんですよ。で、片耳片耳、ここにも充電あるじゃないですか。あるあるある。すぐね、やっぱり疲弊していけばだんだんここがしょっちゅう充電しないと聞こえないみたいな。あれのバッテリーを交換するのが確か1個あたり8000円とかなんですよ。交換しよっかな。なのでね、右側がバッテリーが減りが早いです。で、右側交換するとするじゃないですか、はい、うん、多分しばらくするとですね、今度左側交換することになるんですよ、はい、で、両方交換した結果として多分本体の充電器を交換すると思うんですよ、はいはいはい、時間結局ね順番で、はい、あの新品買った方が安いっていうことなんですよね。いや、買おうかな、どうしようかな。AirPods はね、多分ね、バッテリーの交換はね、もうなんかなくしちゃったとかは分かります、うん、壊れたとかだったら片耳だけ交換とかは分かるんですけど、基本的には丸々交換し、丸々新品が一番なんか適した買い替えの仕方じゃないかなというか、うん、と思いますね。うーん、それが AirPods です、はい、だから耳の形と相談してください、はい、そこがでかいですね。もうそれ以外ないでしょ、決め手は、うんうん、で続きましてアプローチのシリーズ10とウルトラの2。ウルトラの2が出た。あれ 3?2?2 じゃないですか。2だよね、多分今回出たの。あの、私こっちばっかり気になってたんですけど、はい、まあ、今回そのシリーズ10とウルトラとどっち買った方がいいですかというのもたくさんお声いただきましたね、うん、いや、好みやろってデザインが違いすぎる、それ村井さんのはウルトラ 1でしょ。1、初代。俺も同じやつなんすよ。まあ、本来時計として機能すればいいというのが大半だと思いますし、通知とかタイマーとかアラームとかなんかそこら辺がこうね、 iPhone と連携できますよみたいなところがメインで皆さん使われているところだと思うんですけど、まあ、ウルトラってそもそもなんかエベレストとか登山してくださいとか海の深海潜っちゃおうとかそんな感じなんですよ。そうですね、誰が登るの当時から言われてましたね、うん、そうですね、あの誰が映画撮るんみたいな、ああ、プロ持ってる人全員映画撮らんとあかんのみたいなってことか、はい、全員エベレストとか登らんとあかんのみたいな、はい、話で言うとそんな人多分いないんで、いないですけど前もそうだったじゃないですか。でもやっぱそのなんかごっちいデザインがウルトラ、はい、めっちゃよくいいじゃないですか、はい、やっぱウルトラ欲しくなったんですよ俺も。だから手に入れたっていうのもありますけど、もうぶっちゃけそこだけじゃないですか。そこだけ。ウルトラかっこいいんだよ。デザインか。あれかっこいいんですよ、でかくて、うん。私もこのでかさ、あとはバッテリーの持ち、2日間ぐらい持つんで。持つ持つ。まあそこが、あとは常時点灯ですね、うん。そうですね。今もうシリーズ10も多分常時点灯じゃないかなと思うんですけど、もうそこが私の中ではでかくて決め手でした。で、
ウルトラが元々アップルウォッチを例えばシリーズの3、4、5とか使ってきた人が今回どっちかを買おうみたいな感じで悩んでる人に対してお伝えするとですね、よく言うんですよ、ウルトラが重いみたいなこと言うんですけど、いや普通の時計一般的にしたことがある人からするとですね、ウルトラクソ軽いんですよ。私ウルトラ重い、ウルトラ重いみたいなことを買った時にみんなに言われたんですけど、え、これが重いのみたいな、こんな軽い時計あるぐらい、軽い。だからそこ多分ね、気にするところじゃない、軽い。で、まあ過剰スペックなわけですよ、そもそもが。で、今回アプローチ10は画面でっかくなりましたとか、いろいろ正当なアップデートがされてるんですけれども、さすがに深海まで行ってっていうのはあれですが、防水から、じゃあ耐水、え、なんだろうな、防水、規格が上がってますね、規格が上がってますね。ちょっと正確に調べてくださいね。確か防水の防水に対するレベルは上がってますね、今回のやつで。で、従来のものを使っている人が今回買い替えでどっちか買いたいとかっていう人には、デザインとか、ね、そのボツさとかデカさとかが好きであればウルトラでいいんじゃないでしょうかとは思います。12万円か、12万4千円ぐらいかでしたよね。そうですね、非常にお高い買い物ではあるんですけれども、本当にずっと使い続けるものなので、なんかここに関してはそんなにね、なんか高くて目くじが立てるようなところでもないかなと思ったりもします。分かる、はい。で、アプローチ10に関しては、私の中ではですね、おすすめ度で言うともうアプローチ10なんですよ、うん、新規で買うんだったら、うん、99対1ぐらいで私はアプローチシリーズ10をおすすめしますよ。へえ、うん、あれはあれで丸んとしてて可愛い。今村井さんがウルトラ持ってなくて新規で買おうかなと思って今回だったら、じゃあ10買う。はい、まあもっと言えばどっちでもいいですけど、はい、うん、おすすめするんだったら10をおすすめしますし、はい、私が0から買うんだったら10買います。へえ、まあなんでなんですかってあると思うんですよ、はい、ちょっと似た話があるんですけど、はい、私こんなにでっかい画面いらなかったんですよ、はいはい。で、もともと私スマートウォッチ好きじゃないというか、してなかったんですよね、はい、普通の時計をずっとしてて、はい、で通知がうざいからっていう、本来通知が欲しくてつけるような時計にもかかわらず、私通知がうざいという理由でずっと使ってこなかったんですよ。あとは充電がめんどくさいとかで、うん、今回ウルトラが初代出た時に、まあ、2日間ぐらいバッテリー持ちそうみたいな話とかも含めて、あと画面がでかいとか常時点灯とか、それ確かねマックスのりチャンネルで動画上がってるはずですよ、うん。まあ、いろいろ決め手となるところがありまして、で、まあ、高い買い物ではありますけれども、じゃあ一回買ってみようか、私のアップルウォッチの、まあ、入門編として一回覚悟を決めてこうしばらく使ってみようみたいな、うん、ちょっと覚悟を決めた購入だったんですよ、ウルトラの初代の時は、うん、はい。で、私は大満足してます、うん、もう最高の時計だなと、今使わせていただいておりますが、その今となってはですよ、この便利さを知った今となっては、ここまででかくなくてもごつくなくても全然実用に足るなということをこう、うん、1年2年使ってきた中で素晴らしさをちゃんと認識をしているので、はいはい、なんか覚悟を決めなくてもなんか悩んでるぐらいだったら買っちゃいなよみたいな、うんうん、なんか思い切ってスマートウォッチ買いますみたいな、なんか高いところからこう勇気出して飛び込みますみたいな感じじゃなくて、うん、もういやみんなしてるよ買っちゃいなみたいな、全員右に習えぐらいのノリでアプローチ点どうぞっていうぐらいのおすすめができる感じには、自分の使ってる体感としては満足度が高い。まあ、なので別にこう使おうが出かかろうがとかそんなとこ求めずですね、今の最新の一番リズム、まあ、SE という選択肢もありますけれども、アプローチ SE という選択肢もありますけど、まあ、シリーズ10が一番いいんじゃないでしょうかと思いますね。うん、がさっきの AirPods と一緒で、もう多分デザインで決めていいっすよ、うん、好きなデザインで決めていいと思います。かっけえもんね。で、ベルトはもうさまざまな、ね、うん、ベルトがサードパーティーからも出てますし、付け替えはもう好き勝手できますよ。 AB ショッピングでも売ってます、うん、アプローチのバンド売ってます、うんうん。ただ多分この本体にケースつけたい、 iPhone みたいにね、
本体にケースとかカバーとかつけたいと思われる方は多分バリエーションで言うと絶対こっちのシリーズ10の方がたくさんラインナップは出てると思うので、おしゃれしたいみたいな話があるんであればこっちじゃないかな、よりこっちじゃないかなと思いますね。はい、10の方はいくらなんですか。10いくらかな、8万とか。あ、でもそんぐらいするんだな。あ、全然でした。アップルウォッチシリーズ10はですね、5万9800円か。でかいっすね。安いっすね。そうっすね。その値段の差で、今の村井さん言ってることも考えたらもう10っすね。アップルウォッチのウルトラの2が、12万8800円か。まあ、あんま変わんないんだ。へぇ。まあ、6万。差がでかい。まあ、こっちっすね。うん、全然シリーズ10ですねと思います。はい、はい、そんなわけで前回公開させていただきました iPhone16 の、プレゼン動画、それに対するアンサー動画とおまけでした。ここから先はですね、この動画の次はですね、もういよいよ届いていると思います。届いてると思います。20日の日にはね、もう発売日ということであっという間に届くで、もう多分移行も終わらせて20日の次、21、22、23が確か3連休ですから、うんうん、もう移行も完璧に終わり、十分になんかこう楽しんで、もう手に馴染んだ状態で、ね、週明け動画撮るんじゃないかなと、紹介させていただくんじゃないかなと思いますんで、また次の動画も楽しみにされてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で。さよなら。さよなら。